きな拍手でお迎えください。Welcome to Japan. Oh, arigato. Thank you so much. It's a pleasure to meet you. You as well. You as well. 初来日ということで、日本にちなんだ、そしてシカゴファイアにもちなんだあるプレゼントを。ここに it says Taylor Kinney. It says Taylor Kinney in Japanese. ね、Taylor. Yeah, yeah. ちょっと聞かせてもらいますね。Please, please. 全然消防服と違う姿ですね。皆さんどうですか？いかがでしょう？関根麻里さんがすごくお気に入りのシーンとかエピソードもあるって伺ったんですが、すごく私がこのドラマに対してすごく親近感を抱いているところがありまして、マウチというキャラクターが出てくるんですけれど、その方が一時的に日本のガールフレンドができるエピソードがあるんですよ。その日本のガールフレンドの名前がマリっていうキャラクターなの で同じ MARI のマリというキャラクターなので、その展開が出てきて、あ、私と同じ名前だと思ってすごく嬉しくなりまして。Yeah. Say maybe the writers based the character off of you. Maybe. もしかしたら関根さんを参考にしてキャラクターを描いたのかもしれないですね。そうかもしれないですね。おじいちゃまが消防士でいらっしゃったんですよね、関根麻里さんね。そうなんです。私の父方の祖父なんですけれども、消防士だったんですよ。それでもまたこうすごく近く感じますね。どんなおじいちゃまだったの？もうやっぱりテイラーさんみたいにがっちりして、テイラーさんほどではないとは思いますけれども、やっぱり日本男児ですから明治生まれのがっちりしたそんな祖父だったと思います。I'm small for most of these guys in Chicago. Really?Whether it's New York City or Los Angeles or Chicago, some of the bigger metropolitan areas, it's on par with police officers. So it's taxpayers that pay salaries. But in the city of Chicago, it's pretty competitive. So these are big guys that kind of make me look small. So.例えばはしごを登って高いところでも演じてらっしゃるんですけど、ああいうのって怖くないのかなって。No, I it's part of the allure of the job. I look at some of these other television shows that, let's say, playing a lawyer, that I'd be in a suit and inside all day, and I pinch myself at how lucky I am being able to play a firefighter. But it was part of the allure was the stunts and the adrenaline of doing this job. But when I was a teenager, I spent a lot of time doing carpentry work and roofing. And I lived in Hawaii for a year and learned. I have a skydiving license, so it's I'm attracted to heights. and so like getting to do these things are part of the fun of the job. まあいいこともあったり悲しいお話もあったりするんですけど、そういったすべての人間ドラマがもうとにかく次の展開が目が離せなくなりますので、 DVD が出たらね一気見しちゃいますね。私は娘を寝かしつけてからこの DVD を一気見するっていうのが今すごく生きがいになっております。ですからこれからのシーズンも本当楽しみにしています。 I look forward to watching the new series. I appreciate it. Yes.モノマネ展開とかはまだしてないんですか？はい、うちの娘モノマネもできるんですよ。もう生まれて2日で眉間にシワを寄せたので千葉真一さんの顔をもうやってた。それはモノマネの意識というか、それは表情筋の状態だったんですけれども、これはモノマネという意識ではないと思いますけど、こうやってアンビリバボーっていうとたけしさんのモノマネをできるようになりました。それはどなたから教えたんですか？もともとちょっとそういう仕草をしたので、肩を上げた仕草をした時にアンビリバボーって言ってみんなで笑ったら、その言葉と動作がリンクしたみたいで、アンビリバボーって言うとやってくれるようになりましたね。で、2つ目のギャグ、最近はあと何歳って聞くとトゥースハッってやります。1歳の1なので、そう、何歳って言うとちゃんとトゥースからのハッまでちゃんとやります。